さあ、またため息から。ため息じゃないです。深い深呼吸。息通りじゃなくて。違う。あ、もうなんか息通りとか僕はなんか今までの人生の中で、うん、数えるほどになったことあるかな。本当？本当本当。なんかなんか心を常になんか穏やかに心と滅却すればみたいな話あるじゃないですか。僕でいつもそういう感じなんですよ。そのあなたがいなきゃ。ああ本当？そのエソラごとはどっかで。エソラごと。そうなんですか。はい。なんですか。昨日立派なしですけどね。昨日に引き続きですね。はい、はい。暑い中お集まりいただいてもと誠にありがとうございます。ありがとうございます。今日、ね、昨日、はい、今日とね、はい、そうですよね。公開収録ということで、うん、お伺いさせていただくんですけど、はい、なんかやっぱあの昨日まま似たような話をしたんですけど、うん、すごいやりづらさを感じるんですよ。昨日も言ってましたね。あのなんかさっきあなた回してない時言ってたじゃないですか。なんですか。なんかあのサークル系、うん、どうして今それを放り込んでそこだけ言うとおかしいな。クォーター族じゃないサークル系、ね、そう、なんか族とか舞台とか言うからね。サークル系はどうなの。系はもうクォーターの系。いや分かってるけど、クォーターを囲む、囲まれるとなんかちょっと意味な感じする、ね、囲むというか仲間たちみたいな。ああ、囲むっていうとさ、そうそう、俺はなんかその悪い方の囲まれたみたいな、うん、あなたはね、あそこもそうなんだから発想が何とか人生であるじゃん。そういう時ただそういうのを経てこういうか今がある、はい、そういう厚みが出てるはずだっていうことですよ、はいはいはい、カレーも煮込んだ方が美味しいみたいな話でしょ。うーん、でもね、俺あんま煮込まない方が好きかなあえて同調しない。いや、マジで本当にやりづれえ昨日お客さんいなくてもやりづれえ毎回言われるんですよ、君とはやりづらい。そうなんです。なんでやりづらいでずっと出てんのね。早い1年ちょっと経ちますね。はい。ということでね。ね、本日はですね、うん、8月13日行われます、はい、メリーのですね、地味毛量2ですね。そう。それにですね、対バンでね、はい、出演するっていうことで、それについてお話しなきゃいけないんですけど、うん、僕も今ここまでこうやろうということでね、うん、説明してきて何なんですけど、うん、まだオープニングのコール言ってないですよね。タイトルオープニングコール、それまだやらせます。いやいや、でもさ、やっぱりだっていつも あのこの振りが、うん、あの来るって分かってるじゃん。今日ないかなと思ったんですけどねなんて顔で見るんですか大丈夫、あのつまんなかったらカットするからつまんなかったらつまんなかったら、じゃあ面白いって言われたことないんですけどね。いや、面白かったことないんですけどね、うん、本当にね。じゃあ、ちょっと、お客様、お願いしますよ。紹介的な。いや、あの、じゃあ、オープニング、タイトルコール的なやつよ。皆さんのおかげでね、はい、皆さんのおかげでこういろいろ育っちゃったわけじゃないですか。甘やかされてね、はい、すごいよねいいんですよ、やっぱ褒められて伸びる子だと思う。なんて顔するんですかそれあの褒められて伸びたとして、うん、褒められて伸びる部分が悪いよ。いい部分が伸びてほしいじゃないですかああ、その観点。そう。褒められて、じゃあさ、例えばあなたはベーシストですよ。ミュージシャンですよ。アーティストですよ。はい、それで褒められることによって、うん、まあ、俺はもっといい音楽をね、いいプレイをっていうふうにやって、そこ伸びた。ああ、それいいとこですよ。素晴らしいってなるんですけど、じゃあ、そこは伸びたのはいいとして、あなたがあの、ね、あの、昔のバンド時代から、うん、あの、こう、ダダ滑りしまくった MC、みんな優しくね、
わあしてくれたわけじゃないですか皆さんね。随分と語弊しかない言い方をしますけど滑ったのに滑ったことにされないっていう環境がね、それによってあなたの中のあ褒められたっていうので伸びてったわけですか、滑る方向に。褒められたというか、まあ、何ですかね、優しく見守っていただけてたと。それによって伸びちゃった箇所があるわけでしょ。ダメですか。で、今僕は苦労してるわけですよ。昨日も言いましたけど、これ。なるほどね。まあ、そういう部分ではね、やっぱり皆さんのおかげで、よくも悪くも伸びちゃった。伸びちゃった。伸びちゃったんですよね。だからね、すぐ言っちゃう。なんかでも、ちょっとあるよね。言わないといけないみたいな気持ちがさ、まあやっぱほら俺ってあれじゃん、サービス精神の塊じゃん。あのね、あなたがね、うん、俺ってあれじゃんって言った時は大体この後この後まずいこと言う時パターンがあるんで、あれじゃん、なんかやっぱみんなの笑顔が見たい人じゃん。え、滑ったことによって笑われるって。いやー、まあ俺はあんま滑るとか寒いとかあんま好きじゃないの、基本的に。後ろ向きでしょ。後ろ向きっていうか、まあまあちょっとそのミスしたみたいな感じね。ここはね、ミス？ミス？ミス。ああ、ミスしたとは思ってないですけどね。前も言いましたけど、笑いが低空飛行するわけじゃないですか。あ、僕ね、その低空飛行も嫌いなんですよ。あなたちょこちょこ言います。嫌いばっかりよ、あんた。なんですか？低いとこ飛んでたことはない。ね？空って高く飛ぶもんでしょ。なんでかもしれない。昨日もやった。昨日もやった。低空飛行とか寒いとか滑るとか、うん、どうしてさ、あなたはそういう後ろ向きなんですか。後ろ向きとかじゃないんですよ。俺はなんていうか、その褒められて伸びちゃったところをちょっとでも軌道修正したいと思うわけ。うん、何を修正したいんですか。修正してちょっといい方向に伸ばしたいっていうふうに思うんですよ。逆にあなたの言ういい方向って何ですか。いや、なんかコウタが喋ったことかとかみたいな、ね。うん、のがやっぱなった方が、僕このノーイングとか収録をやっててもすごく楽なんですよ、その方が。あ、ここ使えんな、ここ使えんな、ここ使えんなってなるじゃないですか。使えるとこだらけでしょ。あ、違う。もうね、これ何言ってもダメなんですけど、ちょっとなんかそういうところを僕はなんか直してほしいなって思ったのは、うん、この間の、メリーのガルコとの対談の時です。対談の時なんですよ。まあね、先輩じゃないですか。まあ、そうですね。先輩じゃないですか。やっぱ先輩にリードしていただきたいじゃないですか。うん。やっぱりそこは。まあでもほら、ちゃんとほら、ライターさんもいらっしゃった。いや違う違う違う、その前にV で撮ったじゃない。あ、そっち？うちで。ああ。撮ったじゃない。その時の、感じが、うん、もうなんか、俺としては、一応俺もその会話で入ってはいるけど、まあここはやっぱそのね、そのバンド、はい、関連で言ったらもう直後輩みたいな感じになるわけだから、うん、まあ、こうちゃんがやっぱここをリードしてほしいなっていうふうに思ってるんだけど、うん、なんかね、でもなんかね、ガラ君とはいい意味で波長が合うというか、波長は合ってるんだけど、そうそうそう、会話は噛み合ってないよ。あれと思って、それは果たして俺だけのせいなのかって。噛み合うっていうのは、うん、例えば波長ってこうじゃない、うん、同じ波長がこうなんだけど、同じ波長をこうやって言ってたらずっと噛み合わないよね。平行に言ってるのと一緒だよね。ダメですかね。だからそこを先輩的な感じでなんか俺でもね、リードしてほしい。多分嫌なんですよ、あんま。先輩だからとか、後輩にかとか、なんか嫌なんですよ。じゃあちょっとね、うん、ガラと対談の模様のね、VTR を見ていただきたいと思いますんで、はい、VTR スタート的なやつ。あ、本当。お願いします。VTR スタート。そのめちゃくちゃ物静かなイメージなので、クールなウェイみたいな感じになったりするんですか。って感じはあんまないかな。だけど別に普通ですよ。なんかしょっちゅうバシャ言ってるし。まあ、バンド自体、こう高田さんがやってきたバンド自体、人を寄せつけないというか、ちょっとやっぱり、最初やってたバンドでしょ、まあ、これ、悪い兄弟がいるんですよ、あそこのバンド。で、まあ、当時は雑誌とか、それこそライブ映像とか、そういうのしか見れないんで、あ、この人たちは
人なんだな。まあでもそれはありますよ。僕も先輩で、あこの人たちなんか怖そうだなとか、そういうバンドのその縦社会みたいなのって、その直撃で自分が何かを食らったからこれはビットしないとなのか、それと もう自然となんかそういう流れになっちゃうもんなの？食らう、僕直接そういうのを食らってなんかギリギリの世代だったんで、周りのやっぱそのバンドマンだったり先輩はやっぱすごかったですね。体育会系、体育会系ですね。うん、はい、いや僕らはもう別になんかそんな変なんかを食らったりとか、自分たちが何かをしたりとかはなかったんですけど、そういう話はよく聞いてた。でもじゃあやっぱあの特に何かってわけじゃなくて、なんとなくあの男の本能的な部分で、まあやっぱこう先輩だから立てないとみたいな、あでもそれはそういうところが強かったんだね。あと、ね、あの近づくなオーラっていうんですか、これ話しかけるでしょっていう、今なんかほら気さくなおじさんみたいな感じになってる。気さくなおじさん。俺のイメージだと、はい、なんかもう部屋に、はい、でっけえアナログ時計を置いてあったり、はい、ステンドグラスみたいな、なんかステンドグラスとか、ちょっと昔のこじゃれたコーヒー入れる機械、サイフォンみたいなやつとか、なんかこう昭和レトロなのが好きなのかな。もうめちゃくちゃ現代、現代コロナ。まあでも俺もそのさっきおっしゃったように渋谷のアックス、今はないですけど、アックスでライブ見たときに、まあ、そのガル君の突き抜け方が半端なくて、なんだこの人って正直思って、すげえな。そうだ、なんか普段はなんか結構さ、おとなしいまでいかないんだけど、うん、あの物腰が低い感じだったりとか、はい、パーソナルだったりとか、でもね、こうやって喋って逆にほっとしたというか、あ、本当ですか。いやだからちゃんと住み分けてる。あ、でもこれ分からない、俺もこうちゃんもガラが年上じゃん、あのもう視点には道行くのが僕がすか。そう、でも喋ってる感じそれはなくて、はい、本当に穏やかな。でも俺はもうあのアックスのパフォーマンスがすごい頭に、あ嬉しいです、誰もやんないことをやってた。当時あのシーンで活躍してた人たちってみんな多分それはあったと思うんですけど、逆に突き抜けるにはそれが必要って、うん、90年代後半から2000年代頭ぐらい、そうだね、お二人ともね、ある意味どう思われてもなんかご自分を貫かないと。そうじゃないと突き抜けなんで、そういうバンドが多かった気がします。あの今コウタさんも一緒にやられてるあのディスパーの、あーあのひずみさんとかも、ね、ディスパー時代よく対バンしてたんですけど、楽屋に挨拶行ったら真っ暗でろうそく焚いてたんですよ。うわっ、なんか俺のディスパーズレのイメージだっていう。ああ、まあもう周りのバンド仲間にもやっぱその表現してる自分で見せてないとっていうのもあった、うん、だったと思うんですよね。え、楽屋でなんでろうそく焚いてんだろう、あでもディスパーっぽいみたいな。でもそれはあったかもしれないですね。そこまでじゃないにしても、なんかその自分なりの見せ方とかルーティンとか、はい、そう、逆にこういうのは見られたくない、うん、ステージで全て見せるみたいな、そこら辺は強かったかもしれない。だからそこがそういう風に映ってしまったのかもしれないし、うん、なんかね、こうちゃんのしゃべりが普段よかバンドやってる人っぽい。あ、じゃあちょっと先輩な感じで。そう、今日普段俺と喋ってその YouTube 用の配信の撮影したりとか、まあ、普段から喋ってる時こんな感じじゃない。あ、そうですか。何それ、あなたにするだけの話。あれなんじゃないの、ひょっとしてさ、あのこう柄的にはというかメリー的には、なんかあいつソロになって弱ったところをこう上から叩き潰してやろうみたいな。いや、積年の恨みをこう今恨み、どこからやろうとしてね、まあ、どっから恨み勝ってたんじゃないの。いや考え面白いしてる。でもそれめちゃくちゃ俺ら嫌なバンド。今だみたいな。今だ。全然こうやってお話しするまでイメージと違う人だったんで、ギャップが面白いですね。俺も全く同じイメージの、いやいや、もうガラ君の謎謎って感じ。この前あのピーターの話を本当に2時間から3時間ぐらいその話をずっとしました。もうね、あんな話したくない俺ね。本当今度ね、またピーターでまた30分ぐらい話してる。ちょっとだから、ね、
またね、うん、コータの YouTube の方にゲストでね、はい、まあそのガラだけじゃなくてテス君とかみんなね、そうですね、機会があったら来ていただいて、うん、はい、まあもう本当にだからもうピーターの食べてみるっていうだけのやつとかを企画でやってみたいですね。ガラ君はそう喋ってみていろいろハモるところが多かったんで、はい、そういうちょっと、まあ、あとパクチーも嫌いなものを食べてみようっていう、はい、お互い苦手なものにチャレンジしてみる、はい、そういうことでちょっとやって遊びましょう、ね、ぜひ。それちょっと面白いですね。いろいろね、これを機にね、なんかいろいろ絡んで楽しいことができたらいいなと思って、はい、ぜひこちらもこちらこそよろしくお願いします。まあ、VTR でありましたようにですね、はい、メリーとガラ君との、対談というのは、どうでした？ガラ君とは、うん、そんなにそもそも付き合いがあったって感じじゃなくて、面識があったって感じ。そうですね、付き合いはそんな深くはなかったですけど、面識はもう結構前からあって、でまあ、彼もギャップがすごいじゃないですか、ステージとオンとオフの、なんか激しい。すごいよね、なんか普段はすごい物静かな。穏やかな感じ でもステージではぶっ飛んでるんです。あれがまたいいですよね。まあね、でそのまあ実際そのちゃんと喋ったことっていうのは長い時間喋ったことっていうのが少ない状態で、うん、この間じゃあメリーチームモリオ2に参加するかしないかっていう時に、うん、一回じゃあメリーと手つきと俺とこうちゃんっていう感じで、うん、で4人で名刺行って、うん、どんなもんかどうやれるかなみたいな話しようかみたいなのがあったりする、はい、あっこで結構ちゃんと喋ってたんでしょ初めて。まあそうだね、今回こういう趣旨でみたいな、こういう意気込みでみたいなのもそこでやらなくてもらったりしたんで、で食事しながらいろいろ打ち合わせして、うん、じゃ あのライブに参加するの決まりました、はい、でじゃあその参加する以上ちょっとね、まあ対談とかそういうのやったことなかったからっていうのがさっき VTR で見たような対談しましょうっていうのになって、はい、まあ、あなたああいう風になった時に、うん、普段やっぱもうちょっと真面目に喋るってするでしょ真面目に。あなただってこの間のそのじゃインタビューね、ライターさんと喋ってる時とか、うん、もっともうちょっと真面目な感じで喋るじゃないですか。当たり前じゃないですかそんなの俺ライターさんに受け狙いで話してるどうする。受けを狙えって言ってもうちょっと砕けた感じにしてくれってことなんだよ。まあ、俺もね、そのまだそんなにね、数回しか会ってない中で、うん、まあ、いざじゃあライブだ、バンドだっていうのの話をすると、うん、まあ、難しいかなっていうのは確かにあったかなと思う。まあ、そうだね。で、その、もともと持ってたさ、その普段のガラと、そのステージのガラとっていうのに対しての印象はあったんですね。うん、で、実際飯食いに行ったりとか、ああやって喋ってみて、印象変わってるとこ結構あった。でもなんか、なんていうの、近いものを感じたんですよ。シンパシー。同じ波長がこう、うん、噛み合わないやつ。噛み合わない、そこがまた楽しかったりして。だけど、まあ、その彼も、ね、ギャップを考えるっていう。なんだろう。逆に俺は良かったっていう。ほっとした部分。うん、話しやすいし、普段からあんなのどうしようっていうのがありましたね。あのオンオフの激しさいいですよね。僕はあそこまでの落差はない。あの表現力は本当すごいと思うし、ね、とはいえやっぱあそこのバンドに立ち打ちするためには僕もしっかりとやらなきゃいけないんで、ね、いうところで7月のボーダーの何やってたかですから、まあ新曲作りをしてました。この間もですね、7月は、まあ、こうちゃんと、俺と、あとは、まあ、いつもサポートやってもらってる、ザ・バルブスのギターのジャンと3人でスタッフがありまして、そうですね。曲作りなんていうのをね、やったりしてたんですけど、うん、なかなかこう、そう、懐かしい感じで、昔ってやっぱああいう感じでやってたんですけど、その感じでやれたのもまた楽しかったし、そうですね、うん、まあ、その辺を含めて、ちょっとね、新曲を交えて、新しい部分を見せながら、その8月の、メリー、台湾のね、チミー・モリオ2の曲を、受けたらな、と思うんですけどね。そうですね、やっぱ相当こう気合い入れてね、やっぱ僕もちょっと腹知りやなきゃいけないかな、思いました。あれ
ガラ君がね、よく裸足でステージに立ってます。流されるとやっぱ辛いもんな。こんなにリアクションないと思わない。いや、なんかいつも俺結構その拾うじゃん、うん、だから拾わないとどうなるのかなと思って。そうだね、今ちょっと一瞬、うん、恐ろしい空気になりました。どっちが拾われるのか拾われるのか。拾ってほしいですよね。あんたでも拾って拾ってね、なんでそんなに憤るのみたいなこと言うじゃん。でもそれ、それ込みで、あ、ワンセット、そう、ワンセット。そこまで落としてワンセット。なるほどね。最後俺をこっちが落とす。シーンとなるのは一番困る。あったんですよ、昔も。昔も。MC の時とかで。こんなにリアクションないんで。甘やかしてくれなかった。昔結構大きめのホールで、まあ、いつもなんかかましたんですけど、いつもなんか、え、こんなに人って黙るのみたいな。なんか、電気とかの、うーんって音。するよね。そう。ピーンって言ってるでしょ。あれが、うん、結構大きめのホールで、それ聞こえた日には。それもなんかちょっと罪悪感があった時が、まあ、数えるほどですけど。何あれは、やっぱり言いたくなっちゃうの、うん。だって俺前も言ったけどさ、そんなに自分が準備してきてないわけじゃない。準備してないでしょ、うん、してきてなくて、で、パッて、そう、やっぱ、降りてきたやつをそのまま伝えたい。降りてくるんですよ、どっから。はっ、なんで。どっから俺だみたいな。信号が来るのか。信号が来る。頭にアルミホイル巻いといた方がいいんじゃない。なんか、どっから通信してるんですよ。だからアルミホイル。あれみたいな。次のライブ衣装であのアルミホール用意しといて。ライブの時とかね、びっくりするぐらい、はっってなるんですよ。あ、演奏の時はいいよ。演奏の時はいいけど、うん、あの MC 入る時そのアルミホールのクォーター型のやつちょっと被って、ね、ちゃんと。降りてきちゃうから。受信感度良くなるの。いや、ダメだね。だから、え、じゃあもう全くその自分の中では、それまでは意識してないんだけど、ないないない。その、まあまあ昔のね、バンドで言ったら、あのこう自分の番ね、MC 回ってくるわけじゃない。うんうん、その時にその瞬間に来んの、それともあのまあまあ、昔ギリ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 なの、うん、あの竹谷君が終わってそうその後とかじゃなくて、でちょっと前に準備じゃないけど、うん、これ言ったら面白いかなっていうことは大概滑る、大概、あ、大概ね、うん、じゃあそれはギリギリの方がまだいいの、これは何ですかね、いい緊張感が生まれるんです、いい緊張感が生まれるけど結果ブーンって音がしてる。あれね、ほんとびっくりする。あれんで。それはね。が、まあ、数えるほどですけど、ありました。僕、その数えるほどのうちの何回かを見てますけど。何回か見てる。大概はリアクションしてくれる。ね、次、エリックやるときは果たして、降りてきちゃうのか、来ないのか。そうですね。いやー、でもね、そこはまあ、降りてきたら、だってそれは、皆さんに受け入れていただくしかないし。そこで、僕が何を言おう。サークル系の皆さん。そうですよ。みんな受け止め。ね、やっぱ心の中で思うの、みんなサークル系の皆さんが、あの、うん、受け止めてくれたら、サンクスっていうの。うまいよね。いや、いいです、いいです、大丈夫です。なんだろうな、今はちょっと一瞬、ジェラっちゃった。そんなにジェラったな。そこ俺言いたかったな。どうだろうね。あ、今日持ってきましたね、今ので。なんで？いや、大丈夫。あの、編集で消せばいいから。うん。消してほしい。なんで、絶対消さねえわ、じゃあ。あんたが受けた時は消してほしい。今日消してほしいのはサンクスと裸足のくだり。あれ、絶対残したいよね。ふざけた話になりましたけど、まあ、メリットね、対岸ということで、まあ、こうちゃんのバンドのメンツはいつも変わらず、そうですね、変わらず、ね、チャンピオン、チャンピオンということなんですけど、どうですか、ライブは、まあ、この間、しっかりライブとしてやった感じだと、うん、この間、2回目だったんじゃないですか、はい、5月ですね、ヒ、ルトやったりですね、はい、ライブ2回目だったんですけど、そう、次ですね、3回目でもいい感じにちょっと馴染んできました。いや、もう馴染んでますよ。全然馴染んでる。うん。もう、二人には僕はもう、すごい信頼寄せてやってる。ステージに立ってる時って、うん、やっぱ、緊張感の気持ちよさってあるわけでしょ。
いや、そう、やっぱナチュラルハイというか、うん、でやっぱそれでやっぱ演奏したり、さっきのジャンとかアキラとかとの、うん、そのセッションがうまく噛み合うようになってくると、うん、やっぱこう自分の気持ちをすごく助長させてくれる人っていうのが合うっていう、やっぱそれは一緒にやってて一番、うん、上がるポイントですね。なるほどね、うん、多分冷静な状態でこう振り返るとこれ普通の状態じゃ言えないなみたいな、ノアある時だから言っちゃったんだなっていう、ライブだからそのなんか怖さとかそういう後ろめたさがないんですよ。ああ、なるほどね。そんなわけないっしょぐらいな、なんかわけのわからん、あ、もうこれも全然いけるっしょっていう、なるほど、いけるに決まってる、もういけるとしか信じてないけど不安があったらやっぱああいうこと言えないんですよ。っていうことは、ああいうことってなる、ああいうことは、うん、やっぱりあの自分が言ってることが若干おかしいってことで分かってる、後から分かるわけ、後から俯瞰で見ること、でもそれをあなた何百回も繰り返してきたんだから、うん、ちょっと抑えようみたいなのないですか、うん、でもね、やっぱステージに上がるとね、やっぱもう一人の俺がいるんでしょう、もう一人の俺がいるんですよ、ね、どっから出てきたんですよ、もう一人の俺が制御しない感じを出すんですよ、ね、あ、まあ、制御、はい、うん、そうですかね、僕はしっかり制御できてるつもりではいるんですけど、え、制御してこれなんですか制御してこれあなたの制御盤どうなってるんですかボタン、ファミコン時代のコントローラーみたいな制御盤しか持ってないですか、ボタン1個しかないんだよ言わないで青木にすらないんですよスイッチのオンオフですらなくて、ボタン1個でオンになるかオフになるかです、まあ、A ボタンだけA ボタンファミコンで言うとしかないの、そう、どこも行かねえじゃんどこも行かねえじゃん、勝手にボタンとかボタンだけでずっとジャンプしてんじゃんB ダッシュできねえじゃん、いいのよダッシュはジャンプできればいいのよ全身も交代もしないですいいですよ、交代はないですよ、全身のみです、だから全身もしねえっつんだよ、いいですよ、 A ボタンだけだったら始まった瞬間に勝手に動いてるそれをボタンだけで勝手にスクロールするやつで、そういうことです、全然全然わかんない状態になりましたけど、うん、そのね、8月のライブに向けて、と7月をやっておりまして、まあ、ぜひですね、8月13日、メリーのチーム毛量2のですね、講座の方、参戦させていただきますので、はい、そちらもぜひ皆さん参加していただければありがたいかなと思う次第です、はい、そういったところでね、さあね、うん、講座さんにね、締めていただきたいなと思うわけなんですよ、締め締め、ああ、まあ、でもね、まあ、昨日引き続き今日も僕を書いて形でやらせていただき、皆さん足を運んでいただき、本当にサンクス。編集でどこでも使えるいい。ちょっと流れも流れ作って使ってください。ここだけだとちょっと俺おかしいですよね。サンクス。そうですね。ということで、ありがとうございました。俺がいくの、いや、そうでしょあんた誰のチャンネルよ、いや、もうスタートいつも言うてるやんけどっちに、いや、これマジでここ使わなくて絶対使うぞ。